太陽系はガス雲が重力により収縮してできたとされている。太陽系惑星は原始太陽系形成時の副産物として形成されるガスとダストからなる青州沿岸から形成された。この円盤の固体成分であるダストは、円盤の乱流が弱まると合体、成長し、円盤の中心面へと沈殿した。ダストの層が濃くなると、自己重力が強まり、やがて多くの塊に分裂した。半径数キロメートル程度の大きさを持ったこの塊は微惑星と呼ばれる。微惑星は重力によって衝突、合体を繰り返し、やがて原始惑星に成長する。